1>, 1月15日、松山市空港通りのリサイクル館で廃材で作る動物のフォトフレーム講座が行われましたこれは松山リサイクル館が毎月行っているラクラクリサイクル講座でこの日は廃材を使って動物モチーフのフォトフレームを作る講座に5人が参加しました糸の子で廃材を切ったり 紙やすりで磨いたりした後色付けを行います最後にフォトフレームをはめて完成参加者は講師の話を聞きながら熱心に取り組んでいました今日はえっ、ー、とパンダの写真立てを作ることになりましたとにかく糸のこの作品というのは 一日で完成するというのは魅力なんですねだから糸の甲でカットして色付けして完成木漏りの場合はもう二週間から一ヶ月かかるということで気楽にできる作品作りということで皆さんに紹介しておりますでそれであの毎年のように新しいあのお雛様とか まあ、利用者が先生、あのこれ、ネットに出てるんですけど、作れませんかなんていうことで、したら、これをこうすればいいよとかいうことで、あの次々と毎年のようにこの作品が増えて、このような状態になりました。毎月、あの第3日曜日に、このイベントというのをやっておりまして、でそれであの今回はのパンダのフォトフレームですか、でそれを今日は作りました。で 来月はまたおひな様、そういうふうに季節に合ったもので、第3日曜日、このイベント、一般の方というか広報にも出ておりますので、申し込んでいただいて、利用してくださいこの松山リサイクル館リックルは、ちょうどもう20年前。 我々松山市民が大勢集まって環境を一生懸命市民の人に伝えたいなということで作りましたいろんな多種多様な体験ができるコーナーを持ってますのでぜひ皆さんまた楽しみに来てください毎月行われているリサイクル講座ぜひ参加してみてはいかがでしょうか